プレゼントの可能性は、まあ、来てのお楽しみで、直接もう小林呼んでいただいて。おちびチャンネル。はい、どうもこんにちは、スノーボーダーの皆さん、ちびかなです。今日はですね、私プロスノーボーダー谷上かな子がおすすめするディラックスっていう熱成形ができる特別なブーツを紹介したいと思います。今日は紫スポーツ鏡原店、岐阜県にあるんですけどに来ています。ブーツ選びがすごい悩むと思うんですけど、この D ラックスのブーツはどんな足の形をしてる方にもフィットできるように作られてるので、ぜひ最後まで見ていってください。なんか今日は営業チックな動画になるね今まで2回撮ってるんだね、この、ね、うん、過去にもね、そう、過去に2回撮ってるんですけど、一番なんかまともな営業動画だからね。そうなの、いつも緩い感じだからで、今年私が履いていくブーツが D ラックスのチーム ID っていうモデルで、硬さ的には真ん中ぐらい、硬くもなく柔らかすぎないブーツなんですけど、これを今年はこれでガンガン山を攻めていこうと思います。カズくんも愛用してるブーツです。今年僕ないんですけど、カズくんないね、去年は。去年となんか比べていろいろ変わったんですか。そう、去年と比べてすっごいいろんなところが変わったみたいなんで、この店長さんに。店長は説明できないの。できるよ、できるの、うん、いっぱい勉強したから。してないからやめて勉強してないから詳しい人にね。そう、詳しい人に、専門の人に説明をお願いしようと思います。小林店長、どうもこんにちは。こんにちは。2回目かな。2回目です。2回目のブーツの成形の動画で出てもらってる。そうだね、2年前ぐらいで、今日はかなこのブーツをしっかり滑りやすいブーツに仕上げたいと思います。はい、お願いします。今から成形の方をさせてもらいます。はい、その前に要点をまとめて、去年と変わったところを教えてもらいたいんですけど、一番大きく変わったのがこのチーム ID、 あと通常にある ID モデルもそうなんですけども、インナーが全て変わりました。で、去年まではフルサームインナーの成形インナーから1センチピッチでしか作ってはなかったんですけども、 ID、チーム ID に関しては今年から全て 0.5 ピッチになりました。インナーが 0.5 センチ、で、アウターは1センチピッチなんですけど、より皆さんの形に合うように成形を取らなくても履けるブーツとして今年は進化しましたので、で、さらに成形したい方は成形もできるブーツに変わってるので、今年はもう今までよりも合う方が多くなってるブーツになります。成形しなかったらなんか値段が安くなるとか、それはないです。成形した方がお得ってことですね。はい、成形ももちろんできて、成形しなくてももちろん履けるので、後に1回履いてみて後から成形も全然ありです。で、特にインナーがフルモデルチェンジしたことで、まあ、インナーのちょっと中身なんですけど、このつま先素材っていうのが少し変わって、防衛ストレッチ素材になってるので少し伸びやすくなってます。ただし成形も形もしっかり取れて、で、当たりが本当に優しくなったので、どの方にも合う。さっきかなこが言ったみたいに、本当に合わない人がいないって言われてるブーツなので、これはもう各皆さんの足の形に合ったブーツを作れます。じゃあ他メーカーで足が痛いとか、そういう人はぜひこっちを。そうですね、もう合わないとか痛い思いをしたことがある人はもうディラックスは本当におすすめです。日本人のプロライダーも多数使用してるブーツなので、かなり多いですね、プロライダーで使ってる人。なので本当にプロ市販で売られてるモデルがプロライダーでも使ってるので、同じ滑りはできないと思いますけどそこは努力ですねブーツは一緒のブーツ履けば大丈夫です。去年とか私と変わってるぐらい。そうだね。で、かなちゃんは今年からね、今年これで、これのメンズ版が去年赤だったけど今年は白なんだね。そう、チーム ID は今年は白、うん、で、通常の ID が黒とカーキとグレー、うん、この3色、色も合わせやすい展開なんで、デザインもね、おしゃれだしね。おしゃれだね、うん、ちょっとレディースサイズはもうサイズ掛けしてるものもあるんですけど、メンズはまだまだ、ディラックスの在庫はこの店多い方なので、まだまだ在庫は柔軟に揃ってるので、ちょっと上のモデルアースリンとかエンパイア、ビーモンっていうのは少しもう欠けちゃってるんですけど、普段メインのかなこも入ってるチーム ID、ID に関してはまだ在庫はあるんで大丈夫です。ちなみにかなちゃんのこの文字入りのやつはライダーモデルなんで、カラー判断はしておりませんので、これちょっとデザインが違います。これはライダーになれば履けますので、皆さん頑張ってライダーになってください、はい、頑張ってください
インソールが今年から入ってるんですけど、ちょっと中級者上級者とかしっかりフィットしたインソールで滑りたい方は別でインソール売ってるので、私が使ってるのはバネっていうものなんですけど、他にもスーパーフィートっていうものだったりとかインソール売ってるので、これも一緒に買うことをおすすめします。前まではインソールはリラックスの中には入ってなかったんですね。そう、入ってなくて必ず別で買わなきゃいけなかったんだけど、今年からは一応入ってるから買わなくても履けるっていう。けるけどライダーに近づきたいのであれば、このインナーを使ってパフォーマンス上げてくださいってことだね。これがもともと入ってるペラペラのね、ペラペラのちょっと悪口だ、まあ、普通のブーツに入ってるようなインソール で私が使うものがこうしっかり支えてくれるやつで、かかとと足だね。特に一番の違いがこう見比べてもらったら分かるの、かかとのこの形が全く違います。でかかとをサポートすることと、この土踏まず、皆さんも人それぞれ低い方高い方いらっしゃるんですけど、ここのアーチをサポートすることでバランス感覚が養える、しっかりするっていうのと、あとはブーツ販売してと思うのが、もう全く見た目この形の違いで見てもらったら分かると思うんですけど、もうインナーのサポート力も全然変わります。なので一番かかとの部分ってへたりやすくはなってくるので、インナーインソールを入れることでもちろんインナーのサポート力もアップするので、これはもう必ずおすすめです。でバネインソールってものなんですけど、ディラックスと一緒に作ってものなので、ディラックスのロゴもしっかり入ってるので、これも成形の時に一緒に中に入れて焼きます。で靴下と乾燥剤、これ2つともディラックスから出てるもので、でこれ私これすごい愛用してるんですけど、分厚さが本当にちょうどよくて、スノーボードの靴下って分厚いのとか薄すぎるやつとかあると思うんですけど、この分厚さがめちゃくちゃちょうどいいんですよね。あとすごい疲れない、全然疲れない。スノーボードなんか大体むくんだりするんだけど、これはピタって支えてくれるから、応答力がしっかりしてて、カンニングしたね。そう疲れない。人間のね、筋肉のバランスはテーピング加工されてるんで、まあ、しっかり着圧のある一つになってます。でこれに関してはちなみに岐阜県関市にある繊維工場でディラックスのソックスは全て作ってます。乾燥剤、これはもうここ見てもらったら分かりやすい。あ、漢字見てる、分かんないな。乾燥、消臭、抗菌、こんなの言っちゃ悪いけど、特に男性女性でも匂いが気になる方は必ず入れてます。新聞紙とかよりも確実に乾いて匂いも消臭してくれるので、これも本当にディラックスのブーツ買えば、ブーツ以外にインソール、さっきのソックス、この乾燥剤っていうのはもうセットで買ってもらえれば一番最高に。でこれ今年からマジックテープになりました。あらということは、グローブにも入れれます。すごい、そういうことね。ちょっと手が手って思ってる方もいらっしゃると思います。グローブが、なのでこれブーツがしっかり乾いてる時とかはグローブに入れて、グローブの乾燥剤としても使えるので、おすすめです。すごいですね、ディラックス。すごい、考えて作ってます。付属品はこれぐらいです。じゃあ説明終わりということで、はい、早速やっていきましょうか。設計の方にやっていきましょう。お願いします。どうでしょうか。おー、フィットしました。フィットしましたか。フィットしました。ここも痛くない、ここも当たらない。気になるとこはないですか。ないです。まあ、ここから履いてどんどんもっと馴染んでくると、もっと履きやすい形になると思うので、それはもうシーズン入って、ただこのお母さんの滑れる回数は減りますよ。ブーツは最高です。ブーツのおかげでママになってもかっこいいです。
ライディングができると思います。ちょっと今年カウデ出るんでしょ、あったら。出ないよ。何出るの？カウデ。カウデ出るの？出ないです。刑事さんも楽しむよ。出ようと思えば出れるけど、だって、ね、出たところでって感じなの。でも今年も映像でやるのかな。今年はやってほしいですね。そうなんだよね。どこでやるんですか、刑事さん。はい、じゃあこれで整形は無事に形ができたということで、まあ、今年も最高のブーツが出来上がったチーズを楽しんでください。ありがとうございます。なので、まあ、D-RUX にお困りのお方がいれば、もちろん紫スポーツで買っていただいた D-RUX ブーツは整形は無料でできます。で、紫スポーツ以外でご購入されたお客様に関しては一応5500円で整形のみできますので、それはお受けできますので、いつでも出てください。で、去年はここで撮ってないであれなんですけど、2年前撮ったじゃないですか。ありましたね、なんか。なかったよな、なんか。なんかあった？覚えてないわ。本当に覚えてないかもしれない。得点だよね。得点ありました。でも、動画見ましたって言ってくれた人いました？2人ぐらいいたよ。あ、でも買わなかったけど。そうなんだ。買ってないけど来た。あ、来たよ。あの時だってドンキーコングって言われたの。ドンキーコング店長って言われたの。リードの中島さんの。そうだ、あの流れで。ドンキーコング店長って言われたから、2人ぐらいは来たよ。へぇー。まぁちょっと、今回、今年ちょっといろいろな事情で、一番はコロナの影響なんですけど、ブーツが日本に本当に入荷してないっていう事例がすごい発生してて、正直ちょっとブーツの値段は、これはもうちょっと全お店、各ショップさん、紫以外でのショップさんでも共通して割引ができないんで、ちょっとまあ特典として、直接小林に言っていただければ少しサービスの方をさせていただきますので、プレゼントの可能性は、まあ来てのお楽しみで、直接もう小林呼んでいただいて、いない日は申し訳ないんですけど、タイミングが悪かったってことでなりますんで、そういうことですね、はい、楽しみですね。それもお願いします。他にもスノーボード板とかビンディングもいっぱい揃ってるので、タナゴがなってるキャプターもね、まだあるんで、在庫はたんまりありますんで、いつでも来てください。来てください。初心者が一式揃えようと思ったら、いくら持ってこれば揃えますか、全部。一番安くて、板、バイン、ブーツ、あとウェア、上下、小物は抜きにして、板、バイン、ブーツとウェアで最安値で6万円あれば揃えます。上はもう計り知れません。社会人の方はボーナスで買っていただいて、はい、まあ、大学生の人はなんとかしてかき集めてやればいいですね。はい、素晴らしいブーツができたということで、はい、今日の動画終わっていきましょう。はい、今日の動画参考になった方は高評価、意見、コメントなどお願いします。チャンネル登録も忘れずに。それではピースアウト、バイバーイ。